スーパーフェニックス原子力発電所スーパーフェニックスは、フランスの高速増殖炉である。現在は廃炉。スーパーフェニックス原子力発電所は、スイス国境に近いクレーマルビルのローヌ川沿いに建設された。本格的に稼働を開始したのは1986年であるが、その後燃料漏れや冷却システムの故障が相次ぎ、1990年7月に一旦稼働を停止。1994年8月に運転を再開したが、その時には実証炉としてではなく核廃棄物を燃焼させる実験炉としての再スタートであった。しかし、最終的にフランス政府は1998年2月に閉鎖を正式決定し、同年12月に運転を終了した。フランスは、後継のスーパーフェニックス2を凍結し、新たに高速増殖炉ASTRIDの開発を進めたものの、2019年9月に計画の放棄を発表した。スーパーフェニックスの設計は1968年に始められた。これは、より小規模な液体金属冷却型のフェニックスの建設が始められたのと同年のことであり、黒煙ガス型の設計が廃止されたことを受けてのものであった。建設が承認されたのは1972年であり、建設は1974年から1981年まで続いた。しかし、発電は1985年まで開始されなかった。建設コストは建設中に急速に暴騰した。発電所は NERSA コンソーシアムによって運営された。NERSA コンソーシアムは、フランス電力公社が 51%、イタリアの電力会社であるエネルが 33%、ドイツの電力会社である SBK が 16% を出資した。建設中には多くの一般人の反対があった。1977年7月に行われた6万人の抗議の行進は、フランス共和国保安機動隊によって死者と100人以上の重軽傷者を出した。ファーストニュートロンリアクターズフランス、イズディベロッピングザアドバンストソディウムテクニカルリアクター、フォーインダストリアルデモンストレーション、高速実証炉断念。原発大国フランスは曲がり角。朝日新聞。http://webronz.asahi.com/politics/articles/2019-0060005.html2019 年9月17日閲覧。ありがとうございます。